皆さん、こんにちは。東京構成ウィンドオーケストラ正式者の大井武史です。いつも東京構成ウィンドオーケストラ YouTube チャンネルをご覧いただき、ありがとうございます。毎回構成ウィンドのメンバーをお迎えし、ズームを使ってオンライン上でお話を伺う TKWO あなたにズームイン。本日は第29回目です。 収録時の通信環境などによっては、少々お見苦しい時、お聞き苦しい時もあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。前回のゲスト、ファゴットの福井さんからご紹介いただいた今回のゲストは、トランペットの本間和也さんです。それでは、早速本間さんをお迎えいたしましょう。え本間さん、こんにちは。こんにちは。はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい。 ファゴットの福井さんからのご紹介となりました。福井さんの本間さんに対する印象は、漢字の「漢」と書いて、男と読む。男の中の男っていう意味ですけど。男ですか認められましたか男と。そのスピリットあるプレイがかっこいいと。あら、そうですか。 で、いつも合奏の時、あの、本間さんの演奏の時に、あの、後ろをこう、振り返って、ええー。見たいぐらいなんだけども、なんか後ろ振り返ると、あはい、ね。なんか文句あるんだと思われると、あの、勘違いされるといけないから我慢してるそうです。う,ね、うん。福井くんは目つきが鋭いですからね。<laughs> 振り向かれると、なんか、<laughs> あれなんかやっちゃったかなって、こう、思いちゃいそうですけどね。<laughs> はい。 本間さんから見たら福井さんの印象ってどんなファゴット界の、暴れん坊将軍 <laughs> <laughs> うん。本当に素晴らしい、うん、あの、うん、ファゴット奏者で、僕も、うん、あの、福井くんのことをもう、勘、男として、あの、すごくかっこいいなと思って、いつも後ろの方からあの、まあ、ファゴットはよく見えるのね。うん、あの、いつも素晴らしいなと思いながら、あの、見て、見て聞いているんですけど、福井くんの、そのファゴットは、 なんかすっごく本当にソ,ソロ楽器としても、あのメロディー楽器としてももちろん低音のセクションの一部としても、ね、すごくいろんな可能性のあるパートなんだなってあの改めてあの思ってます。そのハゴットという存在をもっと吹奏楽の中でクローズアップしていけるようなレパートリーがこの構成ウィンドウの移植作品から始まりいろんなものであのこう増えてくるといいかなと。 思いますね。本当にまさにその作曲家の方がそういう音符を書きたくなるあのプレイヤーだなということう、ね、僕も全く、はい、あの同感です。本間さんは本当にレパートリーが広くて、そのバロックの音楽から、まあ、シンフォニーオーケストラでも演奏されてきて、あの、はい オーケストラのレパートリーから、まあ、吹奏楽のオリジナルレパートリー、それから、スタジオワーク、えー、ミュージカル、えー、その他あ、トランペットが必要とされるかの、ありとあらゆるレパートリーを、<laughs> あの、すごい高いレベルで吹きこなすことができるあの、稀なプレイヤーだなと僕は思っていから。<laughs> いるんですけれどやい,、ね、いや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 。<laughs> あの、どうしてそんなにいろいろとできるようになったのかっていうところはすごく興味があのあるんですあ。あの、自分はの佐渡島っていうあの新潟県の佐渡で生まれたんですけど、その実家はあの酒屋、あの商店をやってまして、うん、その商店の名前がよろずや商店っていうんです。いわゆる、 あの、ま、あ昔で言うコンビニ、<ー>今で言うコンビニエンスストアですね。はいはい、何でも屋さんみたいな。うん。うん、ん食料品から日用品から、あの、お酒も売ってる、何でも売ってるような、うん、あの、個人商店を、ユロ、うん、商店としてやってたので、うん、ま、あ何でも <laughs>、こう商品としてこう取り寄せるのは、ちょっと DNA に、染み込んでいるのかな、みたいな。はい。まあ、あのー、いろんな音楽好きで、いろんな音楽、 聞いたりしますけど、特にあの、これしか聞かないとか、これしかやらないっていうのは特にあの、自分の中ではないんですけど、まあいろいろとやっていくうちにだんだんとこう、自分の演奏の幅がこう徐々に広がっていったかなっていう感じですかね。今ば、やっていくうちにとおっしゃいましたけれども、はいはい、まあジャンルによって、まあ学校で勉強するものと、はい、まあ学校では勉強できない かのジャンルの音楽とあると思うんですけれども、はいえー、まあやっていくうちにということになりますと、まあ最初はじゃどんなところからそのプロフェッショナルなミュージシャンのこう道に入られたんでしょうか。音楽学校で勉強したのはクラシックあるいはまあ吹奏楽なので、うん、まあ自分のベースになるのはクラシックなスタイル、本当に楽器のその奏法に関しても。うん ククラシックをまあ勉強しして卒業したんですけど、まあ、最初に仕事らしい仕事としてやったのが金管五奏層をあのその時あの組んでましてあのブラストブラス5っていう金管五重層なんですけど、うん、そのメンバーで、まあ、あのスクールコンサート学校でのコンサートとかあと地方でちょっとしたコンサートを開いたり、まあ、自分のふるさとの佐渡島にみんなを連れてって あの、地元でコンサートや学校を回ったりとか、まあそういうコンサートをしてたんですけど、まあそれ、それ以外にも、教会式の結婚式でトランペットを吹く仕事っていうのが、だんだんその、僕が卒業してした頃に流行り出して、うん、流行り出してというか、流行らせたんです。へ<ー>はい。<ー>あのー、まあたまたま縁があって、ブライダル事務所、そこの人と縁があって、 まあ、イギリスなんかでは結婚式であのトランペットを吹くっていうのが結構多いみたいで、<ー>それを日本でもトランペットを入れることを売りにして、それをいろんな全国、まあ東京を中心に売り込んでみようと、いろんな式場<ー>やホテルに。で、<ー>そこに一緒に自分もあのプレゼンテーションしていろんなホテルにあの営業をついて回ったんですけど。そこではどんな曲を吹くんですか 新郎新婦入場の時にですね、演奏したのが、ヘンデルのオンブラマイフ。一番感動的なシーンですよね。お父さんと新婦がバージンロード歩いてくるシーン。途中で新郎とお辞儀して、お父さんと新郎が交代して、祭壇の前まで歩いてくる。一番涙を誘うシーンで、オンブラマイフを。おおいいなぁ。 うん、で、退場の時はトランペットボランタリー。うんうんうん。はい、はあ。イギリススタイルですね。で、フラワーシャワーの時は、外で、あの、メンデルスゾーンの結婚更新曲を、うん、あの、オルガン伴奏と一緒に、うん、演奏するような。じゃあもう結婚式のその流れとかにも詳しいですね。すっかり。詳しいですよ。はい。<laughs> もう、大体まあ30分ぐらいの、教会だと30分ぐらいなんですけど、うん、最初はもう、 そう教会の入り口に立って、うん、自分があの、式次第みたいなあの、配るんです、お客さんに。こう本間さんがそういうところから、はい。もう<ー>スタッフとして、<ー>あの式次第をあの来てくださったあの、お客さんに、すべて入り口でこう、渡して、うん、で、ご案内したり。はいそ,<ー>そういうところも含めて、あの、本当に演奏するだけじゃなくて、へ<ー>あのもうホテルのスタッフのような感じで、働いてました。<ー> 人に歴史ありっていう感じに <laughs>、はい、<laughs> しますけども、えーうん。でもそこで吹く曲は、あのヘンデルスメンデルスゾーンとこう、まあ、クラシックな曲で、はい、じゃあそのクラシックじゃないレパートリーとの触れ合いっていうのはどんなところから始まったんでしょうかまあその当時、ブリティッシュブラスのスタイルの金管バンドをこうメンバーとしてやってたんですけど、<laughs> まあその仲間の紹介で、 たまたま光圀雄高さんという方が演歌を歌うその人のバックバンドとしてコンサートと録音をする仕事があってその金管バンドのメンバーからの誘いであのたまたま全くもうポップスの知識もないしやったこともなかったんですけどあの誘われて演奏をしたんですけどねでそこでそのバンドにたまたま一緒に 参加してたギターの人が、あの、普段、あの、いろんな演歌歌手のバックバンドで、あの、仕事をされてる方で、まあ、そのギターの人に、とても、あの、気に入っていただいて、ちょうどその頃、そのギターの人が、普段レギュラーでやってる、瀬川栄子さんっていう演歌歌手の、あの、バックバンドを、その人や,やられてたんですけど、たまたまトランペットが、その時、 あの人が辞めたばかりでちょうど探してる時だったんですけどそこに声をかけていただいてまあそれからその瀬川栄子さんの地方巡業やあのいろんな営業とかクリスマスディナーショーとかそういう仕事であの日本各地にこう一緒に回るような仕事がこうだんだん増えてきたんですけどまあそういうあの演歌や まあ演歌のバンドバックバンドやってる、そう、現場のプレイヤーっていうのは、普段はあのジャズとかビッグバンドをあのメインで演奏されてる人がまあ多いので、まあその人たちと一緒にこうずっといろんな仕事をしてるうちに、だんだんとまあ、まあ演歌のバンドとは言ってもそのコンサートの中ではラテンの曲やちょっとジャズのビッグバンドのレパートリーもちょっとこうショーの中にあったりしたので、 まあそういうところで一緒にあの仕事しているうちにだんだんとそのスタイルっていうかニュアンスとかあのリズムの取り方だとかそういうのをまあ現場で徐々にこう覚えてったのが始まりですねまあ瀬川栄子さんと言いますとその変化に疎い僕でも、はい、あの存じ上げているまあビッグネームじゃないですか、はい はいちょっとあの。結構そのライブ、えー、も、の数も多かったんじゃないですかね。多かったですね。あのー、まあ多い時は、まあ年末、その11月終わりから12月が一番、うん、まあクリスマスディナーショーとかで仕事が多かったんですけど、うん、まあ多い時は12月一月だけで15箇所、16箇所の、うん、あのー、いろんな全国のホテルや旅館の、うん 大宴会場でのディナーショーだとか、うん、あと、ま、あでっかいホールでの、うん、あの、コンサートだとか。うん、で、結構、もうその、瀬川栄子さんのバックバンドで、その当時も、日本全国、全都道府県回りましたね。すごい活動だったんですね。 はい。うんまあ、その当時、その生バンドを抱えてる演歌歌手さんは、その当時たくさんいらして。うん、へえ、まあ。僕はセガエ子さんのバックバンドでしたけど、他には北島三郎さんだとか、<ー>あの、いつひろしだとか、<ー>あの、いろんな人が、その地方巡業の時にバンドを連れて、<ー>あの、回ってるんですけど。そうなんだ。あ、大体、 まあ、地方に行くときなんかは、羽田空港の南蛮時計前に朝7時集合とかね。<laughs> こう集まって朝早くからこう移動していくんですけど、そうするとだ、なんか大体、その週末の朝の羽田空港に行くと、他のバンドのメンバーがいたりして、そこで、今日どこに行くのとか、今日うちらはあの北海道の方だよ、とか。へ<ー>そういうところで、なんかこう、うん、いろんなバンドの人たちとこう、うん、あのー、 出会ったりなかなか楽しそうだなと思いますがもちろん楽しいだけじゃなくて、その責任感ある仕事だと思うんですけど、<laughs> ええ、そうやって、まあ、たくさんのステージをそのこなしながら、まあ、理屈のみならず、その、いわゆるなんか体に染み込む感じでくるような感じで、まあ、いろんな音楽の、こう、 演奏法っていうか、やっぱりその音の処理だったり何だったりっていうのがやっぱり違うので、はい、あのそういったものを身につけられたのかなと、あの今お話を伺っていて、えー、っと思いました、はいで。もちろん、あの、ほんさんそれと並行して、あの、 それだけではなくて、まあ、オーケストラでもあの吹かれていた時期もあるし、それからシエナウィンドウオーケストラでも、はい、あの吹かれて、で、今、まあ、東京構成ウィンドウオーケストラにあの入っていただいて、もう10年以上経ちますかね。そうですね。2009年に入団したので、11年目ですかね。うん、もう本当に、あの、構成ウィンドウは、ホンマさんのそのレパートリー、 とカバーする音楽のジャンルの広さに音符に抱っこっていうシーンがとっても多くてあのっていうのは構成ウィンドーオーケストラもいろいろな音楽をあのやるので、はい、まあ本間さんにとってはいろいろなそのこれまでのご経験がこう活かせるこう環境なのかなと思うんですけれどもやっぱり吹奏楽っていろんなジャンルを演奏する機会が多くて、うん、今までの経験をこうじゅなんか活かして 活かせることが、うんうん、あの、多いかなって自分でも、あの、あの、思いますし、それが楽しかったり、うん。ですね、うん。吹奏楽は、あの、はい、使う楽器も多岐にわたって。本当に、トランペットって、あの、いろんな種類が必要で、うん。まあ、うちにはもう、20本ぐらい。へえ<ー>。20種類ぐらい、20種類っていうか、まあ、同じ種類で何本もあったりしますけど、うん、合計すると20本、 以上は、あって、<え>まあ、正確には数えたことないんですけど。<laughs> へへはい。まあ、大体、今、ちょっと手元に楽器いろいろ実は置いてあるんですけど。はい。まあ、これが普通、まあ、いわゆる B フラットのトランペット。うん。あの、まあ、スクールバンドでも普通に使う、この、米韓のトランペットが、まあ、一応メインで、うん、あの、使用してるんですけど、まあ、オーケストラの、 レパートリーをこう吹いたりするときなんかは、それよりもちょっと短い聖漢トランペット。うん。聖ですね。うん、あと、まあ、オーストリアやドイツのレパートリーなんかは、こういうロータリートランペットなんかを。そうですね。うん、吹奏楽でも使うこともありますし。ああ、そうですか。はい。うん。あとは、まあ、最近、ちょっとだんだん、もう多いですけど、最近多いですけど、 ピッコトランペット使う機会はい。最近ですと、あの、そのピッコトランペットは、あの、ドラゴンクエストの。ああ、そうですね。無級のトランペットで。はい。<か>はい、この間も、あの、素晴らしい音色を聴かせて、その、その楽器で。はい。かな、うん、はい、そうですね。はい。聴かせていただきました。うんはい、ありがとうございました。他にも、え、ね、こんな、これは、 一昨年の定期演奏会、コースの定期でも使いましたね。メンデルスゾーンの曲で。はい、あの、これ、あの、バロックトランペットっていう楽器なんですけど。うんうん、まあ、ピストンが付いてなくて、全部自然バイオンだけで、うん、あの、吹く楽器で。音色が、やっぱり現代の楽器と全然違うので、そのメンデルスゾーンの曲の中で使ってみたらどうかなと思って、実験的に、うん、あの、やってみたんですけど。まあ、うん、あの、いいサウンドで演奏できたらなと思いますね。 まあ、あとは、まあ、コルネット。コルネットは、まあ、よく使いますね。ホルストとか、あの、アルフェットリードの作品なんかは、もう、コルネット、とっても活躍する。うん。よく、まあ、トランペットで代用してるようなスクールバンド多いですけど、コルネットが、やっぱり、うん。ぜひ使ってほしいですね。うん。はい。主に使うのは、こんな、ですかね。あと、変わり種では、<laughs> ポストホルン。 これも、おととし、去年かな後世の提験素化で使いました、これも。あ、そうですか、ね、まあ自分が吹いたわけじゃないですけど、これを川原くんに貸して、えーうん、あの、F 管のポストホルンとして、はい、まあ、ロータリー1と3番を押したままだと F 管のポストホルンなんですよ。はい、あヨーロッパの郵便屋さんが、えー、あの F 管のポストホルンをこう吹いて、街でこう、 郵便配って歩くわけですけど、そのフレーズをこれで川原くんにこう吹いてもらったり、うんうん、フルゲルホルン。はい。これも、あのー、機会が多いですね。ソロで吹いたり、あるいはまあオーケストラのアレンジもでは、ちょっとストリングスのパートをフルーゲルでこう吹いたり、はい。することが多いですね。はい、うん。うん、ネタでは。はい。あ、それは何ですかこれは、あの、スライドトランペット。 ええ、はい。あまあ、長さ、オクターブ的にはトランペットと同じですけど、うん、まトロンボーンのオクターブ高い楽器です。はい、これは、あの、ネタですね。そのまだ、構成の本番では使ったことないです。トランペットの音域でも、まあ、グリッスサンドできちゃうわけです。できちゃいますよ。やりましょうか。うん <laughs> むもう難しいんです。あの、やっぱり、小さいので、うん、ちょっとの抜きしろですごい音程が変わるので、もう、なるほどトロンボーンの人もや、やっぱ難しいって言いますね。うん、ちょっとの、ちょっとですごく音程が変わるので。トランペットとは言っても、トランペット一本背負ってっていう感じじゃなくて、はい、もうそれだけの楽器をこう、まあ、持っているっていうのもすごいけれども、 は、まあ、演奏できないといけないっていう。このコロナの自粛期間で、まあいろんな家で練習まあする時間が多くて、うん、まあいろんな楽器を練習してたんですけど、あの結構あの家であの今演奏動画をこう自分で撮ってあげたりする人も増えてるじゃないですか。で 自分もなんかこう、こんなにいっぱいいろんな種類ある楽器なんか活かして何か演奏動画作ろうかなと思っていろいろ考えて、えー、これもうあの企画だけで終わっちゃったんですけど、えー、一人でボレロ。あの、うん、スネアのとあとベースのリズムを、うん、あのミディで打ち込んで、うん、それに合わせてもうトランペットのいろんな種類を、うん、こう交互に、うん、あの、まあ、フルートパート、 ね、オーケストラとフルートパートから始まるじゃないですか。それをトランペットのフリューゲルホルンで始めて、で、次クラネットはコルネットでとか、もうトランペット、なん十何種類もあるので、うん、それを、あの、一人で密かに練習して動画撮ってたんですよ。<laughs> でも、トロンボーンのところで、さっきのスライドトランペットを、<laughs> あの、<laughs> 実は使っ、あの、やったんですけど、うん あまりにひどくて <laughs>。難しか<く> <laughs> ちょっとこれは、あの、お披露目できないなって、あの、うん <laughs> な、お蔵入りし,まし,してしまいました、けど。はい。じゃあ、数年後でもいいので、<laughs> あの、はい、<laughs> いつかその、日の目を見るのを楽しみにしています。<laughs> <laughs> そうですね。もう本当、いや、トロンボの人すごいなと、あの改、改めて尊敬しました。うもう、スライディングのその、テクニックっていうのは。うん。う はい。あの、トランペット吹きの方って、そ、はい、の、楽器もそうだけれども、マウスピースコレクターかっていうぐらい、<ー>マウスピースを結構たくさん持ってらっしゃる方が多いんですけれども、はい。そうですね。本間さんはどうですか、はい、もう、多いです。<laughs> もう、100本以上ありますね。おー、はい。アタッシュケースみたいな中に、うん。えー これはまあ、割と、あの、よ使うかもって。うん、はい。おー。これで、えー、24本あとはまあ、全然もう使ってないんですけども、はい。ちょっともうお見せできるかな。おー、カチャカチャ言って。いっぱい,い。<laughs> もう、いっぱいあります。はい。楽器の種類も多いので、その楽器の種類によに合わせて、 まあコルネットだったらこのコルネットの短いマウスピースだとかうん、うん、楽器によってもマウスピースもそれぞれ、うん、ピッコロタンペットはピッコロタンペットのマウスピースだとか、うん、なので、まあ、楽器の種類にかける10本以上はありますねなんかこう変わったマウスピースみたいのってあるんですか変わったマウスピース、うん、一番これ変わってるなっていうのを思うのがはい このマウスピースなんですけど、<わ>これはあの、オーストリアのシャガールっていうメーカーのマウスピースなんですけど、ええまあ、見た目はすごく普通の、まあ、よく使うマウスピースと比べてみると、もう全然大きさが。全然違いますね,ますね。これはあの、実はあの、中に水が入ってる。水はい。この、なんかカプセル状の中に、 水が、これ、あの、おととしにちょっとイ,イタリアに、あの、行く仕事があって、その時、そこで買ってきたんですけど、このカプセルのところを開けると、はい、水が入ってまんですはい。あ、本当だ。はい。このように、まあ、マウスピース自体、このカバーを取ると、こうやって割とスリムな,なんですけど、うん、これに、このカプセルをはめて、 ねじ込んで、この中に水を入れるんですね。そうすると、その、唇のからこう生まれる振動が、外に逃げずに、ダイレクトに楽器にこう、伝わるっていうコンセプトのマウスピースなんですけど、これが意外となんかすごく、あの、自分に合ってて、うん割と頻繁に使ってます。あ、そうですか。はい。 僕以外使ってるのは、国内では見たことないんですね <laughs>。は、へえ、じゃあ、<え>レアものだ、はい。レアですね。うん、はい。割と気に入ってます。でも水入れとかないと全然振動しないとか。そうですね。なんか今日調子悪いなーと、なんかならないなーと思ったら水が抜けてたり。<laughs> はははは。冗談で聞いたんですけど、赤ワインを入れるといいよっていう。はははは聞いたことない。 今度ぜひ、構成で試して。はい。ちょっと、あの、合間にこう、ちょっと。<laughs> <laughs> ビールが一番良くなるよ、みたいな。そうですねいや <laughs> いや。もしかしたら、ウォッカとか強いお酒のもうん。いろんなマウスピースがあるんですね。はい。今、いろんなお話伺ってきましたけれども、本間さんのご家族っていうか、本間 け、は、はい、あの、えっと、小さんの奥様もトランペット奏者で、えっと、息子様が、えー、2人いらっしゃって、はいはい、あの、そのお二人とも、えっと、音楽の道に、あの、進まれてますね。あの、2人息子いて、まあ、年子で、今、大学1年生と2年生なんですけど、あの、打楽器専攻で、今、東京芸術大学の方で、うん、あの、勉強させてもらってます。 とっても、あの、素晴らしいことだと思うんですけれども、僕は、その、何年も前に、あの、厚生、はい、ウィンドウで吹奏楽大作戦っていうコンサートが、あの、あはい、ね、そうです。毎年、はい、あの、4月にあるんですけれども、はい、そこに、あの、参加されてましたよね。はい、そうですね。あの、ええ、吹奏楽大作戦の2回目の、二年,年目の時ですね。うん、あの、息子たちが高校1年生のと、中学3年生、 だった時に、二人揃って、あの、打楽器で参加させていただいて、うん、その時の、そのいろんな経験、打楽器の人からいろんな、あの、アドバイスや、あと演奏に参加して、感じたいろんな、その刺激が、あの、とてもいいきっかけになって、その後、音楽の道に進みたいなっていうきっかけに、あの、つながったいい機会でした。はい。うん、はい。ありがとうございました。それとっても、はい、あの、 嬉しいかのことです。うんはい、あの、今年も、まあ、吹奏楽大作戦の,あの演奏会は、あの、い森のいちかさんの式で予定されていて、はい、今年はね、残念ながら、その演奏コースっていう、ご、ご、あの、メンバーと合同演奏するコースっていうのはなくて、まあ、その代にソリストコースっていうのがあるわけなんですけど、はい、また、あの、いつかコロナが収束したら、また、あの、大々的に演奏コースで、あの、アマチュアの人と一緒に演奏、はい、 できたら、もしかしたらその中から、また音楽の道に進みたいっていう人もまあ出てくるのかなと思って、楽しみにしてるんですけれども、はいはい、あの、二人の息子さんがあの参加された時の、本間さんのその、パパの顔っていうのをとっても、思い出深くて、うんえー、楽しいですよね、吹奏楽大作戦ね。そうですね。はい。うん、とてもいい企画だと思います、あれは。うんはい、これからも、 あの、続けていきたいなと思ってます。東京だけではなくて、うん、まあいろんな関西の方や、うん、九州の方や北海道の方とか、うん、まあそうやって全国的に企画が広がっていけるといいかなって、うん、あの、思ってます。本当そうですね。とっても、はい、あの、いいあの企画だと僕も、あの、はい、思ってます。うん これは皆さんに伺っていることなんですけれども、はい、えっと、本間さんのこれまでのまあ豊富な音楽人生の中で、えー、特に思い出に残っているコンサート、あるいはあの CD など、あの1枚何かありましたらご紹介いただきたいんですけれども。あ一番記憶に残るっていうか、不目になったのが、まあ、2009年に、コンセウィンドーオーケストラに、まあ、入団したんですけど、その時の、 最初に団員として参加した定期演奏会が、第100回の定期演奏会が、まあそういう不目、うん、自分にとっても、あの、後生の団員としての最初の定期演奏会ですし、楽団としても100回という、指揮者はあの、秋山和義先生。まあそのコンサートが、やっぱり自分の中では、あの、思い出深いというか、実はあの、秋山先生、僕すごく大好きだったんですよ。はあ<ー>。はい。 自分は、まあ、佐渡島っていう田舎でずっと高校生の時まで、あの、スイスワーク部の中で育ってきたので、うん、ただまあ、やっぱり田舎だと、まあ、クラシック系の CD を売ってるようなお店もないですし、まあ、その当時インターネットとかもないじゃないですか。クラシック系のそのなんか音楽を見聞きするのは、本当にテレビとかラジオが主な、うん 情報芸だったんですね。そこで、まあ、やっぱり N 響アワーっていう番組が、うんうん、当時も毎週放送されてたんですけど、それをもう毎週録画して、うん、で、その時に、あの、秋山先生のことを初めて知って、うん、その秋山先生の指揮をするそのスタイル、姿が本当にかっこよくて、うん、ですごく、あの、わかりやすいし、うん、明確な指揮をされてる。うんうん 印象で,で自分もまあその当時自分のその高校でちょっと指揮を振る機会なんかもこうあ,、うん、あったりした時に、うん、もうその秋山先生の指揮をこう真似して、うんうん、ホルストの木星とかをこう秋山先生の姿をそのまんまこう見てテレビの前で真似してたりしてたんですけど、うんうん、本当にもう秋山先生のあのその憧れテレビの中でずっと憧れてた、うん 方がそののの回でそ時に秋山先生と初めてお会いして、うん、あの一緒に演奏する機会を初めてだったんですけど、うん、それがじ個人的にすごく嬉しくて、うん、でその後、まあコンサートの後に打ち上げもあったんですけど打ち上げの,、うん、あのお酒の席であの直接お話もさせていただいてで「構成ウィンド」に今年から入ったんっていうあの挨拶とかあとまあ構成ウィンドウとも あのー、もう本当に昔からたくさん秋山先生あのコンサートや録音もされてるんです,いいんですねそれをあの学校の音楽室なんかでやっぱり CD を聴いたりしてたので、うん、まあそういうこともあって、うん、まあやっぱりその100回の時に初めて秋山先生の指揮で自分が演奏できたっていうのは、うん、あのとっても思い出深い自分のスターその自分が憧れてた指揮者で演奏することができたっていうところがやっぱり自分では。 そうこの構成ウィンドウの団員として思い出深い出来事でしたね。うんうん、ただ残念なのがお客さんの動員が少なかったっていうのはこれはもうあの構成ウィンドウの課題今でも課,課題だと思うんですけどこのままじゃいけないなっていうその思い直したその、うん、という意味でもすごく、うん、あの記憶に残るその100回定期でした。 秋山先生の話に戻りますけど、秋山先生の本当、指揮は我々その指揮者たちから見ても、本当に神って言ったらいいんですかね。はい,はい。もう今80、ね。そうです、そうです、80歳。うん。はい。でも相変わらず、はい。ピシッとした。2018年、おととしですね。はい。験総会で、はい、あの、ジョリベの トランペット教則やらせていただいて。そうですよね。はい。その時、秋山先生の指揮でコンチルト吹かせていただいたんですけど、本当に、まあ、ジョリベの曲、すごく難しい曲なんですけど、秋山先生も本当にもう事前にスコアをしっかり読んできてくださって、本当にあの、いい機会でしたね。はい。またいらしていただきたいなと僕は個人的に思ってます。はい。えっと、そろそろ時間となってまいりました。次のゲストの方をご紹介いただきたいと思います。 次にご紹介したい方は、えー、僕と同じトランペットセクションで、えー、こう一点で、えー、演奏されてます。ガルシア・安藤ド・マミコさんを、えー、ご紹介したいと思います。はい、えー。ついに、あの、ガルシア・安藤ド・マミコさんの番が回ってきたなと、あの、思います。あの、というのは、僕、大学時代の同級生なんですね。 あそ,うそうですよね。はい。だから、あの、同級生ネタはいろいろ話せるかなと思ってるんですけど、ね。そうですね。ええー。で、本間さんとの,あのコンビも長いですね。そうです。あのー、まあ、前に紹介したそのシエナウィンドオーケストラでも、安藤さん当時在籍されてまして、何年間かあの、一緒に演奏活動して、ので、もう、本当に、 17、8年は一緒に、うんうん、吹奏楽のセクションで一緒に演奏しています、うん。どんな相方ですかなんだろう。いや、もう長くやってるからなのか、それとも彼女のキャラなのか、ちょっとそこはわからないんですけど、なんていうか、本当にすごく自然体、まあ、演奏に関して何もこう、うん なんか、あの、合わせるためにこうしなきゃとか、なんか本当に気を使わない、かなって、その、うん、気を使わないのが、なんだろう、いいのか悪いのかわかんないですけど、すごく、あのー、やり慣れてる、あのー、自分にとってはすごく吹きやすいですし、 あの、安心感もありますし、本当にマザーオブトランペッターみたいな。マザーオブトランペッター。<laughs> <laughs> <laughs> うん。あうんの呼吸みたいのがもう。そうですね。あの、昨年末のあの、大井さんとの演奏ツアーも、自分がファーストで、安藤さんがセカンドで、うん、あの吹く曲が多かったんですけど、うん、ホルストの第一組曲の、うん、頭のあの、コルネットの あの、メロディにしても、うん、あと、臨観者にしても、うん、あの、本当にもう、なんか、打ち合わせしなくても、自然にフレージングとか、音程、音色、音量のそのバランス感度とかが、うん、こう、不思議と合うので。 では、次回はその、えっと、安藤さんに、こう、いろいろと、また、あのお話を伺ってみることにいたします。はい、え、本間さん、今日はお忙しい中、いろんなお話を聞かせてくださって、どうもありがとうございました。はいえー、ありがとうございました。はいえー、また、お会いできるのを楽しみにしています。はい、こちらこそ、よろしくお願いします。はい。どうもありがとうございました。それでは、さようなら、はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。ご覧の皆様、最後まで、ご視聴ありがとうございました。 このシリーズは1週間に1度のペースで進めていく予定です次回ガルシア・安藤さんの回もぜひお楽しみになさってくださいそれでは皆さんさようなら